柴田勝一と言います。35年ぐらい前から焼き物に手がけておりまして、脱サラと言いますか、若い頃はサラリーマンで働いておったんですが、焼き物に興味があって、こんな仕事を始めました。鉢作りは35年ぐらいやっておるんですが、なんとかぼちぼちとやっております。仕上げというのは品物をまず型から外してからの、そのままでは商品としての価値がないので、表面をきれいにしようというのが仕上げということなんですが、それは乾燥して硬くなってからですとその効果がないので、少し柔らかいうちに、表面をいろんな皮継ぎとかヘラで、仕上げると。そして、盆栽というのは葉が平らでないと見た目が良くないということで、その平らな、その盆栽の鉢の表面のところはこのカンナで切り削ります。生地ちぎりというか品物の出てる面をこれで取ります。これで撫でるということ、こういう出てるところ出るんだよね、撫でるということですね。これで取ります。それから取った後、今さっき見たこれもいいかな、この皮継ぎできれいに撫でます。スルッと撫でます。混ぜてた後、このヘラで工程をこう表面をきれいにします。いや、それ用のことは別にないんですが、きれいにするというのが仕上げの最終的な仕事だよね。それからあと最後にと言ったんですが、こういう穴のところにこういうものがあるんです。これできれいに穴がこうきれいに掃除するという、角がちょっと出っ張っとるんで、手にかかったりなんかすると、木の植える人が手で、土だと焼き物だから手で怪我するといけないから、でこういうのできれいに仕上げる。細かい、これは やる人とやらない人とおるからなんだけどね。そしてそれで終わり、それでほとんど最後なんですけどね。